人参パルダです。中学の時、友達と一緒に遊んでたら、長年片思いしていた人にばったりやって、髪巻いてるの似合ってんなって言われて内心大喜びしてたら、一緒にいた友達に、でもこいつ髪まくり上げたら白髪めっちゃあるよって言ってきて気まずい空気が流れたこと。友達は長年片思いしてること知ってたのにな。お前のこと誰が好きなんないやお前のこと誰が好きやねん。ええー、ことないねやろ。普段生活してて、 なあお察ししますああ、感想いやー、まあまあ、ノスタルジックおまだれですよね。え、この、青春おまだれとも言いますけど。いや、これひどいな。いや、お察しします。まさに。こう、あの、なんか、ザ・おまだれ。いや、ジ・おまだれなんですよ。この、 お前のこと誰が好きなんて突っ込みが一番似合うタイプの、いや、こういうこと言うてくるやつっていうね。だからその、あくまで理不尽の範疇が、まあ、予想ない、予想ないというかその、行き過ぎていない。だからあのー、コーヒー頭からぶっかけられるとか、えー、あれはもう、とんでもない。あれが評価されるの多分、あと数回後のおまだれ選手権やと思うんですよ。まだ、この、王道が強いと思う。はい。 いや、これひどいな。で、何がポイント高いってね、ラストの一文。友達は長年片思いしていること知ってたのになっていう。ちょっと、なんか、ポエミーでしょねえ。この詩的な表現がすごく刺さりました。こっちにおまだれって言わせるような。ポエミーポエトリーわからんけど。えー、わかめ中学の時に名前の由来聞かれて、誕生日がクリスマスイブだから、せいって字使ってると答えたら、 へえ、安直だねと、それだけいいスタスタと自分の席に帰っていかれたこと。シンプルに親が考えた名前に安直って言われて傷つきました。お前のこと誰が好きなんなあ。いやお前のこと誰が好きやねええー、ことないねやろ。普段生活してて、なあ。お察しします。いや、もう、気にすな。ねえ。いやいや、日本に、何人おるか。 そういう命名のね、仕方してる人。まあ、季節の感じ入ってる人もめっちゃいますよ。春夏、ね、秋冬の入ってる人もおるし。親の愛情でしかないやろ、ボケほんま。いや、毎年その時期になったらやっぱ嬉しいねんから、感情としては。おうクリスマスの時期近づくたびにこう、なんか親もドキドキすんねんから。ね。 子供が生まれた季節やなーって思うねんから、そんなもん。だから誕生日もみんな大事にしとんねん、アホ。ないや、大切にしてるんですよ。あなたが生まれた瞬間を名前に刻んでるんで、何にも別に、安直、あなんな安直っていう言葉で片付けるのこそ安直というか、うん、お前じゃ逆に自分の名前にコンプレックスあるだけじゃ、うんっていう感じの人ですよね、うん。そいつの名前教えてくれたら俺、全力で行くけどな。うん、追っかけるぐらい。ブワーって言いますけど。 はい。いやいや、あのー、まあ、そいつに何言われたか知らんけど、ワカメ。俺は素敵な名前やと思いますよ。このワカメのフルネームは知らんけどね。うん、でも、いよいよ、ま、安直というか、あの、愛情っていう、愛情がストレートなことなんで、俺は、いいと思います。はい。太っちょ。倫理の授業で先生に、ほにゃららくん、過去僕、あれはキーですけど、なんでキーだと認識できますか と、わけのわからない質問されて答えあぐねていたとき。はい、この通り何も考えてない人はこうなります。皆さんは考えられる人間になってくださいと言われたこと。お前のこと誰が好きだな,なあ。えいえい、お前のこと誰が好きやねん。ええことないねやろ。普段生活してて、なあ。お察しします。ああ、感想。 きましたねうん。いや、倫理一な先生やん。なんでそんなこと言うねん。出題哲学やん。なんか勘違いしてますよね。あれはキーですけど、なんでキーだと認識できますかもう哲学ですもんね。あ倫理の授業ではないですよね、まず。まあなんか、いい意図があったとしても、その、何も考えてない人はこうなります。皆さんは考えられる人間になってください。いや、倫理一やん。な、な何言うてんねん。 なんか倫理に結びつけるんやったらなんでしょうねきあれはなんでキなんやろな木だとなんで認識できますか、えー、質問むずすぎるやろほんまに普通に木は木やからやろ、うん、何が倫理やねんいや倫理やったらそのあの木を突然斧で切り倒すことはどう思いますかとかねやったらまあ倫理がどうみたいな話にはなりそうやけどもうちょっとよくわからないですね 変哲やな。変哲。出ましたね、感想ね。はい。えー、リーララ。僧が末期がんになり、母がその看病に専念するため仕事を辞めると上司に伝えたときに、どうせ長くないんだから辞める意味あんのと言われたとき。お前のこと誰が好きなんいえ、お前のこと誰が好きやんええー、ことないねやろ。 普段生活してて、なあお察ししますこれがついね。え、身内ゼロの人間上司。治んねんな、こういうやつ。どうせ長くないんだからやめる意味あんの。いやいやいや。だから、その言うてきた上司、ほんま、突然変異で生まれてきたんや。だから、お前もらんねん。もともと。メタモルフォーゼで生まれた。 爆誕した人間なので、この上司ね。だから、あの、親の愛情とか家族の感じ、絆とか知らんわけや。もともとおらんねん。もう、生まれ、一人で生まれて、一人で死んでいこう、人間です。だ宇宙人とは話し合わんわけで。でも、しゃあない。もう、もうむしむしむしあのー、おまだれは言いましたけど、もう、ムカつくのももったいない。こいつに。なあいや、怨んねんな。なんか、その、いや、まあ なん上司目線で言うとやめんなよってことなのかないやそだから分かるで会社的に人が減ると困る分かりますけど理由が理由やしやめてほしくないんやったら言い方考えろよおそのもっとうまいこと言えよそれは大変だねとじゃあ分かったと別にやめなくてもいいと分か,分からんで、ね、その席だけ置いとくからその一通り看病とか終わって ああ、れだっったら戻ってきて、きまあでもちょっと言い方あるんちゃうかもっと送り出すにしてもじゃあ看病に専念してくださいって気持ちよく送り出されへんかね上司これはもう感想ですねはい感想でありサムネ候補でもありますねこれはねえー <laughs>